カタリーナ・グスタフス・ドッテル・バーサは、スウェーデン王、グスタフ・バーサと、その二番目の日、マルガレータ・レイヨン・フーブとの間の長女。ドイツのオストフリースラント博エッツァルト2世に嫁ぎ、オストフリースラント博領の摂政を務めた。第一王女として、高度な教育と多額の化粧料を与えられて、育てられた。父・グスタフはカタリーナを、オストフリースラント博家に嫁に出すことを決めた。 オストフリースラントは、デンマーク王家と結ぶリューベックと対抗関係にあった重要な開港、エムデンを支配しており、スウェーデンに数多くのカルバンハシントの職人や芸術家を送り込んでいたのだった。ところが、オストフリースラント博家では、この縁組によって、白尺領がスウェーデンの支配下に置かれる可能性を危ぶむ声が強く、交渉は難航した。 1558年には、エッツァルト2世博の母親で摂政のアンナ・フォン、オルデンブルクが予想される事態を危惧し、伯爵領を三人の息子たちの間で分割相続させた。1559年、カタリーナはスウェーデン国内でエッツァルト2世と結婚式を挙げた。祝宴はバドステーナで起きたスキャンダルにより中断された。エッツァルト2世の弟ヨハン2世が、 カタリーナの妹セシリアと性的関係を結んだにも、かかわらず、彼女との結婚を拒否し、グスタフバーサにより投獄されたのである。この騒動のため、カタリーナは、夫と共に1561年まで母国に泊まった。カタリーナは、非常に知的で教養深い王女であり、文学や進学に関心が深かった。彼女は、信仰厚いプロテスタントで、 宗教改革の中心地ビッテンベルクを訪問したり、聖書の注釈書を執筆した。また夫の死に採取では夫を悼む唱歌を作っている。夫や息子たちに強い影響力を持ち、1599年から亡くなるまでオストフリースラント伯僚の摂政を務めた。カタリーナは、 王国の兄弟と連絡を取り続けており、1585年に、すぐ上の兄夕飯三世が、国ニラビエル家と再婚した時は、これにも反対した。ありがとうございます。